こんにちは、速稼塾の久保です。いつも丁寧なご連絡に添えて塾代のお振り込みありがとうございます。もうね、こういうふうに毎月毎月ご連絡いただくと、本当につながってるんだなという感じがしますし、非常にね、強い信頼関係を感じます。で、今回ね、その他にちょっとニュースが入ってましたよね。私事ですがと書いてますけども、これは非常にね、タイムリーな話題だと思います。どんな私事かというと、高齢者の運転している車にぶつけられて、それが結局はね、現場検証などで保険屋さんが入って100対0で相手側の過失ということで、お怪我はね、されちゃったんですけども、治療費とその他の弁済費用、廃車になったご自身の車のこれ弁償ですね、こういうのも 100% 出る見込みで、その分では何よりですよね。ただやっぱりここの事故処理に失われた時間とかね、不安とかっていうものは、やっぱりこう失われたまんまなくなりましたんで、これをですね、やっぱこう次に生かしていかないといけないかなと。どういうふうに次に生かすかというと、私の場合は間違いなく YouTube でね、このネタをどんどんアップしていきますね。事故の現場とかね、事故のこういった報告っていうのは結構なアクセスにもなりますし、そのまま人の役にも立つんですよ。で、なんでタイムリーかっていうことをね、冒頭で言ったかというと、例のね、池袋暴走事故、フレンチに遅れそうで、もうフルスピードで車走らせたら、若い奥さんとね、お子さん、娘さん、お二人をはねて死亡させて、その他合計で9名の重軽傷者を出したというね、凄惨な悲惨な事故がありました。これもね、上級国民と言われている、飯塚幸三さんという方が、一方的に事故ったわけなんですけども、これがね、過失を認めないんですよ。なんでなんでしょうね、高齢だからなのかな、それとも身分の高い方なのかは分かりませんけども、ここまで明らかに事故でね、人を殺しておいてどうなっちゃってるのかなっていうところですよね。でも本当に今回は100-0でね、両親のある方、いわゆるまともな方との事故だったんで、こういうことになったと思いますけども、これをごねられてね、裁判だとか言ってね、私は無罪ですとかね、なんか車が悪いんですとか言い張られたら、多分このぐらいの時間ロスとか手間ロスでは済まなかったような気がするんですよ。そういう意味では飯塚幸三さんの事故に関わった方、特に被害者遺族の方ですね、こちらの方っていうのはもう2年以上にわたって自分の精神とかお金とか時間とかね、こういったものを無駄にされてですね、裁判なんていう必要のないことをずっとされていると、させられているということですね。本来だったらこういう裁判なんてなくて、すぐにね、有罪を認めて、もうどう客観的に見てもこれ加害者の方の重過失ですからね、危険運転過失傷害なんか分かりませんけどね、私もちょっと疎いもんですから、すみません。困ったもんですね。これからますます高齢者の事故って増えると思うんですよ。なぜなら高齢者が多いからなんですよ。高齢者の方がいろいろね、運転が下手でとかっていうことじゃなくて、やっぱ人数が多くなってくるのが高齢者なんで、それは事故のね、パーセンテージというよりも事故の実態数は増えてくると思うんですよ。で、それに相対して若い方っていうのは人数が少ないですから、若い方が起こす事故っていうのは目立たなくなってくるのかもしれないですね。いやー、でも本当交通事故っていうのは誰もが加害者被害者になる可能性がありますので、私もね、ぶつけたこととかね、廃車になるほどタクシーとかにぶつけちゃったことあるんですけども、精神さえ謝ることによって自分も再出発できるし、周りの人もその潔さを良しとしてくださるし、ごねてもいいことは全くないんでね、ちょっとね、話題が変な方向行っちゃいましたけども、本当 お体大事にされて、まだまだね、これからしっかりと歩んでいかないといけない時期だと思いますので、今後もね、共に人生をしっかりと共有していきましょう。それではまたね、皆さんとご家族の皆さんと会える日を楽しみにしております。仕事気をつけながら頑張ってくださいね。それではお大事に。失礼します。